アマンダ・ミシェル・サイフリッドは、アメリカ合衆国の女優。セイフライドの日本語表記には、主に以下のようなものがある。記載順は、使用頻度と相関しない。英語圏の発音サイトでは、サイフレッドやセイフリードにあたる発音を正しいとして載せている。文字メディアでは、サイフレッドやサイフリッドにあたる発音が正しいとする記事が見られる。本人は、サイフレッドにあたる発音を好んでいるが、実の姉妹は、セイフリードにあたる発音を好んでいると、インタビューに答えている。ペンシルベニア州アレンタウンにて、作業療法士である母アンと、薬剤師である父ジャック・サイフリッドの間に生まれる。ドイツ系の血を引いている。姉妹のジェニファー・サイフリッドはミュージシャン。2003年に、アレンタウンにあるウィリアム・アレン高校を卒業し、ニューヨーク市のフォーダム大学に入学。2009年トロント国際映画祭11歳の時に、モデルとしてデビュー。初めての仕事は、本の表紙のモデルだった。その頃から、昼ドラマ、ガイディングライトで、女優業も始める。2004年公開の、ミーンガールズで、リンジー・ローハンや、レイチェル・マクアダムスらと共に MTV ムービーアワードの、チーム賞を受賞。同年から始まった、テレビシリーズ、ベロニカ・マーズで、主人公の親友、リリーとして出演。2008年公開の、マンマ・ミーアで、メリル・ストリープの娘役を演じ、劇中で使用された、ABBAの楽曲を吹き替えなしで歌った。2020年、デビッド・フィンチャー監督作品、マンクにて、マリオン・デイビスを演じ、アカデミー賞助演女優賞及びゴールデングローブ賞、助演女優賞にノミネートされた。映画、マンマ・ミーアで共演したドミニク・クーパーと交際していた。二人はギリシャでの撮影中にデートし始めた。2010年に遠距離恋愛に耐えられなかったとの理由で破局している。2010年10月にケイト・ハドソンのハロウィンパーティーで知り合ったライアン・フィリップと交際を始めるが、翌年2011年5月に破局。2012年、ジョシュ・ハートネットとの交際が報道されていた。2013年、ジャスティン・ロングとの交際が報じられた。2016年9月、トーマス・サドスキーと交際6ヶ月で婚約。2017年3月に結婚。同月24日に第一子となる女児を出産。ありがとうございます。